はい、どうもショータイムゴルフです。どこを狙ってきます？カート道路から。カート道路から、あ、違う、あ、カート道路からフェード。おいっす。558、まっすぐ出たけど全然大丈夫でしょ。なんならカートからフェードだったらすぐ楽じゃないですか。ドローだったよ。頑張れ。うわ、これどうなん？うわ、大丈夫。お、すごい。テルキ君、俺のこれだ。カタさんも同じルート。俺はもう、あの、真ん中大変。緑とか、なんか緑のところだったらどこでもいいから。出た、セーフティー。セーフティーに行きます。セーフティー発動すんの。やばいんじゃない。あー、大丈夫大丈夫。あ、大丈夫大丈夫。飛んでないから行って。ここら辺のラフです。いや、こっち取れお前。こっち取れ。すごいいいスイングですか。いいプレすごいいいスイングだね。いいプレですから。よいしょ。うん、いいね。いい。ドライバー打つんですか。ちょっと素振りしてみる。ああ、いけるんじゃない。イメージ出た。全然出た。真上稼ぐ。セーフティーに行くわけですね。確実に。前回の放送ショータイムじゃないですね。セーフティー2番アイアンで。うん、ナイスショー。オッケー。はい、リカさん2打目、スリウッド。はい、スリウッドできます。ちょっと左に巻いて、バンカーか、バンカー手前かぐらい。砂場。スリウッドでいきます。テレテレのプレーショットルーティン。まだ300ヤードある。結構内に引いていく、そんなスタイル。うん、いい。ドロー、すーごい。カツヤさん笑わせに来るからもう。まっすぐです。260ヤードくらい。アゲンスト無理だな、もう届かないな。近くまで行くそうです。うわー、結構かかってるけど大丈夫か。方向的にはここ、この辺ですね。手前バンカー。120?150。手前。6番。7番。7番。まっすぐ行きます。150、まっすぐ。ね、キスしか入ってないですか。疲れちゃったんだ。ナイス刻み。すげえ走った。何ヤードくらい打つつもりで。80ヤード。ピン手前ですからね。
うまい。あーちょっと弱いか。そうですね。もう一回お願いします。今再生しました。60ヤード。はい。58度で。根元に。はい。結構バーディーチャンスだね。これ3打目。60度はかなりテルヒからしたらいけるんじゃないでしょうか。この独特の放り投げるようなアプローチ。4打目なんで。4打目バシって何ヤードぐらいですか。多分ね35ヤード、うん、もうちょっとありそうですけど、ということで40ヤードくらいバシッと3度でサンドウェッチで、サンドウェッチでさっきからかなりキレイに上げられてるんで、僕はお、ふわっといった、ふわっとショートです。スピンかかった。マジで。ナイススピン。スピンかけすぎたか。狙い通りですか。狙い通り。狙い通り。60度。ショーター3打目。うん？噛んだ？結果オーライ。ナイス。まだ誰もしてないよ。結構問題よ。まだ1打差だから、次何打目かって。次パーパーと、え、マッチプレーなんじゃない。マッチだよ。まだ1打差でしょ。あ、1打差ってか、まあ、ワン、うん、ワン下ね。ワン下、1下。さあ気を取り直して、リカさん4打目。10エッジまで10ヤードぐらいですか。突っ込んだ。ちょっとグリーンも下ってたのでボール伸びました。勝谷選手ピンを抜く。さあ入れる気満々だ。入れる気満々だ。パーパットですか。そうですよ。入れればバーディーですね。はい。あ、でもね、見えた。登ってグリーン上平らぐらいで、ちょっとスライスしそうな感じですね。いいライン出た。あーちょっと弱い。ナイスパット。いやー、うわー惜しい。切れない。 OK。 いやーこれナイス、ナイスだったよ。やべ、頑張れ。だいぶ早いんだね。 OK です。しょうがない。パー取ってないんだ。ショボタン、バーディーパット。これ決めたらやばい、やばいです。イエス、うまい、ナイス。あれ、いや、そんなことないと思います。6番アイアン、ちょっと暗いですけど、ピンは真ん中、ちょっと左目ですね。おお、いい音。おお、あ、ごめん、買っちゃうみたいな。ナイスワン。あ、でかいかも。ここは買っちゃうハンデありません。5番アイアンで。おお、いいんじゃん。あ、乗った乗った。ナイスワン。何番で。
五番や。うん、ドローでいい感じの。おお、ナイスオン。目通知をねします。かなり逆目で結構難しいですね。そうだね、近くによるとつま先上がり左足上がりみたいな一番難しい感じの距離はないんで。こういう時のポイントはもうこれボールに直接当てに行かないで、うん、芝ごと払ってゆっくり飛んでく球をイメージする感じで。お願いします。で、翔太さんの一打目はだいぶ転がってバンカーまで来てました。左足、あ、キャリーバンカーだ。左足下がり。お、うまい、ナイス、うまいです。これチャンスだね、かっちゃん。でも俺、ここはあれで勝ってないから。でも入れるわ。そうだね。これが一番いいか。入れる宣言出ました。ライは平らで、そんな難しくないですね。これうまい。ちょっと走った、落ちたところは良かったですけどね。下りのなんかちょっとフックしそうです。マウンドがちょっと右手前にあるので、ね、下りフック。あんまない、あんまない。2個くらい あるか。あるよ、全然あるよ。じりじりここら辺から結構早い、うん、切れ始めてから下りも入ってくるんで結構膨らまさないと伸びちゃうかな。じりじりいったら戻ってくる。あ、じりじりですね。なんかだいぶ自分のラインを踏んでるような感じでしたけどね、今ね。この辺からじゃあジリジリ。だいぶ素振りがちっちゃいですが、大丈夫でしょうか。オーバーしても次の森だから。はい。むっつ左打った瞬間左、しかもショートです。チームワーク。打ち出しの角が違う。パーパット。おい、ナイス。いや、これはかっこいい。おっと、こ、前、よいしょ。2人ぐらいか。1人ぐらいは入るよね。はいはい。結構難しいですよ、このラインは。結構切れるよね。登ってんのかな。これ登ってないですよ。登ってない気がする。あー、これはこれはしょぼいです。しょぼいな。帰れ、帰れ。翔太さんには僕の反省を生かして入れてもらいたいですね。これは同じ位置からフックライン、すっげー切れた。下ってないですからね。打った瞬間左。これで今一つ縮まりました。信じきれなかった。加藤さん OK。入れたい、入れたい。普通に右中、素手。え、入ってやってる。右中、穴の中。外さない。何、穴の中外さないか。外さない。俺外してないよ今。 OK。 ご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。 OK。